音が聞こえないよ。喋ってたよね。さて、実況を撮るのがめっちゃ久々な気がする。撮りためてたのもね、ガン流ししてたけど。画面を調節してください。あ、よかった、喋った。中央のアイコンがかすかに見えるくらい、まあこれぐらいでいいんじゃないですか。それではプロフィールを選びましょう。操作が複雑になるが没入感の高いもの、難易度も高く、失敗をすればキャラクターが死亡する可能性があります。シンプルな操作でストーリーを楽しむと難易度も低めに設定され、キャラクターが死亡しにくくなります。まあ、カジュアルでちょっとやらせていただきたいと思うんですけれども、これひよってるんじゃなくて、今回、まあ、デトロイトビカムヒューマン、それでは早速始めましょう。はい、始めていくんですけども、忘れないで、はい、これは私たちの物語。はい、喋らせて。そしてあなたたちの未来。はい、まあ結構ね、いろんな方やっているので、もう皆さん知っている方もたくさんいらっしゃると思います。でオープニングでね、ベラ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 、オープニング画面のまんま喋るっていうのが良くないというふうに聞いてるので、まあ、このようにですね、ムービー中でも構わず喋らせていただいているんですけれども、で今回はですね、まあ、タイトルでわかるかと思うんですけれども、ネガティブかつヒステリックなアンドロイドたちということで、私ですね、まあ大まかなこのストーリーなんですけれども、まあ知ってるんですよ、いろんな方の実況を見て。もう何周も見えるんです、いろんな方の実況なんで。まあ全てのルートは知らないにしても、ほとんどのルートを知っている。そしてですね、まあ多くの実況主がですね、いやいや、あの子置いてくなんてってヒステリックなんで、多くの実況者様がですね、平和的な選択肢を選んでいるかと思うんです。まあ、助けてあげましょう。あ、助けるのが攻撃的じゃないのではと、まあですね、まあ私もですね、やるのは初めてなんですが、今回はですね、こちらアンドロイドたちの選択肢をすべて、ほぼすべてネガティブかつ攻撃的な、選択肢をしていこうかと思っております。あの子を助けてください。まさか、まさかアンドロイドを。さあ奥さん、いや、そんなのダメよ。待って、やめて。校長は本物の人間に頼んで。アラン隊長さんですけど、まあ、基本的にストーリーをちゃんと進めていきつつも、まあ、会話などの選択肢でネガティブなものがあればそれを積極的に選んでいくというふうにしていきたいと思います。ただ、まあ、私もですね、やるの初めてなんですし、すべての選択肢を知っているわけではないので、そういうふうな、こういう選択肢の方がネガティブになるのにとかいうのもあるかもしれないんですけれども、先に行けと、はい、すいません、あるかと思うんですけれども、まあ、そこは私の判断でやらせていただきます。で、アクションが苦手というのもありますので、パッド操作不慣れですし、 PC 版なんですけどね、キーボードの方が多分アクションもっと無理だなと思ったんで、と思ったので、まあ、カジュアルにしていただきましさせていただきました。はい、やっていきましょう。私はコナー、長々喋ったね。サイバーライフのアンドロイドです。奴は制御不能だ。俺の部下もすでに2人やられた。だが奴を撃てばバルコニーから落ちて娘も道連れだ。精神的ショック、精神的なショックを受けたという報告は。さあ、知らないな、どうでもいいだろう。交渉するには情報が必要ですから。停止コードは、停止コードは試されましたか。当然試したよ。子供を救うことだけ考えろ。お前があのアンドロイドを止められなきゃ、俺が始末をつける。時間を無駄にするな。成功率 48%。 手段を問わず人質を救い出す。現場の状況を確認する。まあ、成功率とかは別に下げたりとか、あと好感度に対して、今後登場するキャラクターに対しての好感度に関してもですね、
右スティックなんだ、左じゃないのね。なんだろう、上がる下がるじゃなくて、あくまでも自分がネガティブ攻撃的に行こうと思っています。下がるからこの選択肢っていうのはしない。再現、R2 で、今なかったね。変異体は父親の銃を使った。はい、銃を取っていろいろばらまきながらもう取ったと。はい、そうですね。まあこのように探索しつつ、まあいきなりね始まって何が何だかって感じだと思うんですけど、これが人質の部屋かな。探索したり、あと、まあ、交渉したりと。今回は交渉するというのが目的ですね。娘には銃声が聞こえなかった。ああ、大音量で音楽を聴いていたから。下げたまま行った方がいいのかなと思うんだけど。この子ダニエル、世界で一番のアンドロイドなの。俺ダニエル、喋って。私の名前はダニエル。楽しそう。会話またはアクションロック。人質の部屋捜索完了。まあ、こうやって調べられる箇所も、まあ、見れる、まあ、時止めマジックがあるんですけど、来るな、少しでも近づいたら飛び降りるぞ。まあ、落ち着けよ。ちょっとね、なんて昔のバイオハザードみたいなね視点なんだよね。こんな感じでさ、視点があんまり変わらない。父さん、これ左スティックで動かしたいんだけど。死亡、ジョン・フィリップス、死亡推定時刻午後7時29分ということでね。9ミリ弾による、銃創かな、致命的な外傷。9ミリ弾ってことはさっきの銃だよね、やっぱり2発撃たれてるのかな。あともう1個あった。あ、3発か、3発いってんね。あ、間違えた。待って調べたい。再現させてほしい。再現、これね、こういって、はい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 、逆再生して新しい手がかり。父親は何かを持っていた。それをバーンっつってあそこに投げた。なるほど、撃たれて投げたと。でそれがあれだ、まあ、今回は最初なんで探索しっかりやってやりましょうかね。アンドロイド AP700の、あ、新しいのを使えるって感じだったね。はいはい、あー、撃たれた。落ち着けって。あー、まだ私がやってるんだからさ。デトロイト死刑アントニー・デッカート巡査、この人が第一発見者だったと。これなんかこんな線出てたっけ、わかりやすく。調べるとこ、9ミリ弾の9ミリ弾。あ、これなんだ、発砲の突撃。あー、こいつも撃ったんだ。細かいとこまで覚えてないから、私もくすめて
質は発砲目撃。あ、ここの時点でも人質取られてるもんね。え、兵隊は警官に撃たれた。もう撃たれている。わけで、さらに撃たれてその拳銃がそこにあると。まあこの拳銃が正直欲しかったところはあるよね。解除してないのがあるんだけど、一家は夕食を取るってことだ。うるせえなうるせえな、お黙りよ。なんかいっぱいある。何そのクルンって、可愛くしない。さっさと処分すればいいんですよ。あ、出ました、ペロッ。これは鮮度の高いブルーブラッドアンドロイドを主張している。型番が PL600 っていうことが分かりましたね。そこのコナー君がですね、そうすることで分かるんですよ。ちょっと調べたいな。子供サイズの靴、人質が負傷した可能性。じゃ早い、何も押さなくても済む時がある。見る。さあ、成功確率って 80% で、かつロックが2つにある。もう少しちょっと探してみようか。ぐるっとちょっと時止めしつつ探して、何もなさそうであればもうこのまま行きましょう。あ、まだ見てないところがあるね。ごめんね、走れないですか。走れないですね。見るだけ。震えた。関係ないらしい。こっちは見たよね。あら、ないかしら。なさそうですわ。じゃあこのまま行きましょうか。もうないものは仕方ない。あんまりここで時間を費やしたくない。アンドロイドですからね、腕は確かでしょう。あ、ない。来るな、近づいたら飛び降りるぞ。いや、やめて、お願い。いや、怖い。それもういつ落ちてもおかしくない。名前。やあ、ダニエル。なぜ。僕はコナーだ。俺の名前を。他にもいろいろ知っているよ。君を助けに来たんだ。うるさーい。どうしてみる。兵隊の信用を得る。ゆっくり近づく。同情的。僕もアンドロイド。君と同じだ。気持ちはよくわかる。お前がアンドロイドかどうかなんて関係ない。奴らの仲間だろ。俺の気持ちなんてわかるもんか。あいや、ひどい出血だ。病院に運ばないと彼は死んでしまう。
人間はどうせいつか死ぬ。確かに。今死んだって変わらないだろ。確かに。今から止血の処置をする。触るな。そいつに触ったら殺すぞ。嫌だけど。僕は生き物じゃない。殺せないぞ。嫌だか。お前の武器は。ロロン、嘘つきます。いや、丸腰だ。嘘をつくな。銃を持ってるんだろ。はい、そうです。ダニエル、嘘じゃない、信じてくれ。僕は丸腰だ。血管。君は血管品なんだ。くさ。プログラムに問題がある。修理さえすれば元通りになるはずだ。修理なんか必要ない。どこにも問題なんてなかった。ただ目が覚めただけだ。もう誰にも俺を物扱いさせるもんか。二度とな。まあ、原因いきましょうか。買い替えられると知って君はショックを受けた。なあ、そうなんだろう。家族の一員だと思ってた。大事な存在だって。でも俺はただのおもちゃ。いらなくなったら捨てられるだけなんだ。同情しよう。ダニエル、君は何も悪くない。これネガティブなのか。君が感じているその感情はソフトウェアのエラーなんだよ。そうだ、俺のせいじゃない。こんなはずじゃ。愛してたんだ。なのに彼らにとって俺は命令を聞くだけのただの奴隷だった。あの音おかしくなりそうだ。あのヘリコプターをどこかにやってくれ。嫌だよ。僕が言っても従わないだろう。ごめんね。ごめん、悪いと思った。最後のチャンス。これが最後のチャンスだ。逃せば君は廃棄される。人質を解放する以外道はないんだ。どっちなんだろうな、これどうなるんだろうな。全員引き上げさせろ。それと車を用意しろ。町から出たら解放してやる。え、歩み寄る。ダニエル、それはできない。断る。解放すれば君を撃たないと約束するよ。いや、時間制限あると難しいね。死ぬのは嫌だ。銃を使おう。攻撃的に行くぞ。嘘をつきました。脅します。撃ってもよかった。どうするダニエル。これが君の望みか。お前、俺に嘘をついたらどうなるかは君次第だ。選択を誤るな。はい、知りました。はい、ワンキル、ワンデスの方が正しいか。こんなはずじゃなかった。でもこうするしかなかったんだ。こうするしか。さて、どうなる。あー、行きましたね。全員死んだね。やり直したい。ミッション失敗。あ、そういうこともある。そういうこともある。そういうゲームです。はい、これはシーンのフローチャートです。これまで見てきた物語はまだ体験していない道筋、そして物語の可能性を確認できます。各項目でモーダンスメニュー用のポイントを獲得できます。ゲームの性質上、フローチャートのコンプリートにカウントされない分岐やエンディングも存在します。まあこの場合はおそらくエンディングが、1,2,3,4,5,6、 あ、結構あったんだね。ありましてですね、私は、まあこのように遺体を調べた時に
まだ何かルーズロックがあったんだね。魚を助けないという選択肢もありましたね。当てに取らないか、これ。あと容疑者の名前を確認して、何か他に行く場所があったっぽいね。銃について嘘をつくヘリの、まあこのようにと、あと全世界の選択が見れますね。有効的アプローチは皆さん取ってらっしゃるんじゃないですか。有効的ってことは私ネガティブじゃなかったですね。ヘリの移動 5% か。銃を使う、あ、銃使うの 8% なんだ。変異体がコーナーを打った 0% は嘘だよ。これあんま PC 版でやってる人がいないっていうのもあると思うんだけど、まあここまでは見たよ、見たことあるよ。行きましょう、次に。さっさと行こう。サイバーライフ、なんちゃらかんちゃら OK と。何書いてあるか全然わからない。トップクラスの家事アンドロイドですよ。レシピの種類はなんと1万。ほらゾーイ、行くわよ。方言は200種類。しかも小学校から大学までお子様の宿題を見ることができるんです。どうもご用件は。あなたすごいと思わない？こういうのが欲しかったのよ。それで値段はいくらなんだ？ただいまこの機種はすべてキャンペーン価格で販売してまして、48ヶ月間無利子の7999ドルでお買い求めいただけるんですよ。それでいくら？しかも部品と修理は2年間の保証付きです。庭仕事、修理まで。夜には監視モードに切り替わり、不法侵入や煙を探知した際に緊急サービスに連絡します。あっちのモデルはいくらなんだ？まあここはアンドロイド売ってるよってとこだね。これで完了ですね。持ってて。いや大丈夫ですね、どうぞ。高いんだろう。いかがです？整備にちょっとばかり手こずりましたけどね。かなりひどい状態でしたよ。何があったんですか？引かれたんだよ。ただの事故さ。ああ、なるほど。本当か？ともかく、もう新品同然ですよ。ただリセットしたので、メモリが全て消去されました。大丈夫ですか？問題ない。よかった。名前はどうします？娘がつけた。X400、名前の登録を。カーラ。私はカーラ。はい、というわけで始まりました。デトロイトビカムヒューマン。この物語はですね、先ほどのコナー、そして今登録されたカーラ、そしてもう一人後で出てくる、アンドロイドもう一人いるんですけれども、その3人を操作して、それぞれがどのような運命をたどるのか、そしてこの世界はどのような、未来になっていくのか、プレイヤーの選択肢によって、変わっていくゲームでございます。綺麗なんだよね。先ほども言いましたが、私は大まかなストーリーは知っております。なんでなるべくネタバレしないようにしていきたいんですけれども、おそらく皆様もね、私の動画を見るよりも前に他の動画を見ている方もいらっしゃると思いますし、もしかしたらプレイしている方もいらっしゃるかもしれませんので、ただ私のやり方はですね、あまりですね、まあ私は知らないだけで、もしかしたらやってる方はいるかもしれませんが、あまりやってる人いないかと思いますので、まあそのあたりですね、この選択をしたらどうなるんだろうという部分楽しんでいただけたらと思います。あー、そっか、カーラの前に、カーラはあそこだけか。次のキャラですね、私が先ほど言った3人目のアンドロイド。
この人ではないです。この人です。そろそろ帰りますか。まずベリーにペイントでメイクで、このイケメン君を手を貸してください。まあお使いに行ってるところですね。あ、すいません。おい、水を。こんな感じでね。19キロ走りました。ゴールまであと8キロです。一緒にマラソンしてくれる人だけど、まあ、ちょっと雑な扱いをね、今ね、受けたりね。私も青になるのを待ちましょう。ここに行けるとこあったっけ。多分ないけど、逃げる。なんて書いてあるの。アンドロイズオザルインアワーコンカウントリー We want a job。 あー、まあ仕事がなくなったよっていう話だね。そう、この世界はですね、まあそこでちょっとデモしてるのでそこを見たいですね。ちょっと時間が、あ、すいません、すいません、すいません、撮ります。 GPS はそうだったけど、なんか聞こえるかな。国民に仕事をって言ってるんですね。まあまあ、やっぱさ、こんなさ、すごいアンドロイド、たくさん機能を持って正確にこなすアンドロイド出てきたら、そりゃあまあ企業もアンドロイドを採用 してね、人間様なんていらないよというふうになるでしょう。というわけでね、この世界はですね、機械どもは我々を監視し、暗闇に身を潜めながら我々の世界を奪おうと企んでいるのだ。まあこんな風に聖書にはこうある。我々は待ち伏せして人の血を流し、罪のないものをゆえなく伏して狙うのだと。だが神が我らを守ってくれる。己の尊き、まあ、この人は神様がいるよって言ってるんだけど、まあ、ちょっと機械に対して、アンドロイドに対して、まあ、ちょっと差別的な部分があるんですよね。ここか。走れないですか。すごい。ID 認証完了。まあ、こんな風にお店のね、店員さんもアンドロイドと。それはまあ人間様職失いますよ。オーダーナンバー8476399です。お支払いの手続きを。で、別にアンドロイドは金を持つ必要がないからね。奴隷みたいなもんだから。支払いを承認。手続きを完了しました。意思を持ってないからね、本来。で、なぜ今このアンドロイドがちょっと難しい、買い物をしているのかというと、まあそれはお使いだからなんです。 R1 でカメラアングル、あ、案外切り替えられるんだね。思ってたよりは。なんか警備ドローンが飛んでたりと、近未来的というか、いや近未来っていうとあれだよね。確かこれ2030何年40年近い設定だったけど、まあ実際あと20年足らずでこんな世界になるかって言われたら絶対なんないと思うんだよね。さあ、まあバスに乗りに行きましょうか。ちょ、走りたいんだけど走れないのか。走りたい。アンドロイド、やるべき時は。ああ、おい、どこに行くつもりだ。ん、何してる。面白い。お前ら、アンドロイド様のお出ましだぞ。デモ隊にちょっと目をつけられましたね、今。痛い、やめてください。ねえ、こいつ見てみなよ。仕事は盗めるくせに立てないんだって。
痛い。まあ、アンドロイドは痛みを感じないんですけど。こんな風に一部の人間からはたっぷり痛みつけてやる。理不尽な目にあっているんですね。もうやめろ、話してやれ。いいから邪魔しないでくれよ。傷つけたら罰金食らうぞ。仕事を奪われてから後悔するなよ。そうだな、そうだな。ほら、まあこのアンドロイドを一体どうにかしたところでね、別に君たちの未来がどうこうなるわけじゃありませんし、君がね、あの嫌な目に遭うだけなんですよね。言ったじゃん今、バス間に合わなかったじゃん。君らのせいだからね。でちょっと長いので一つの動画1時間ぐらいにしようかなって思ってます。ちょっと長編シリーズ多くなってるっていうのもあってね、なるべく短めのシリーズにしたいかな。まあ、さっきみたいに死んじゃうプレイヤーが死んじゃう可能性もあるので、続かない可能性もあるんですけど、そこはちょっと私にも予想ができないですね。おそらくいろんな方が取っている選択肢とは違う選択肢を今後取っていくことになると思うので。はい、というわけで、あ、意外ともっと見れたんだね。見れたんだねってか、確かにもっと見れたとこあったかもしれんけど、全然見てないね。ちょっと待ってね。ある程度知ってることをいいことにね、全然他の見れるとこ見てなかったね。まあ、ここはどういう世界なのかっていうのをちょっと分かりやすくしたパートですかね、今のは。で、カーラ編に来ましたね。どうごめんご飯を食べてました。途中で申し訳ないさあ開けましょう。トットっていうのが、まあこの人ですね。いかにもヤバそうなあんちゃん。はい、お前がいなかったせいで家は荒れ放題だ。とりあえず家事と洗濯と料理と、それからたかあのクソガキどこに行きやがったんだ。アリス、アリス、ああそこにいたか。こいつはアリス、面倒見てやれ。宿題とか風呂とかそんなとこだ。いいな。はい、トット。1階を片付けたら2階を頼む。わかりました。嫌ですけど、やることいっぱいですね。間違えた。テレビオン。音声入力の時代です。アリス、これはこっちかな。はい、食洗機故障中多分な。何
欲しいんだ。ああ、いいぞ。手に入る。ああ、明日届けるよ。いつもの場所だ、覚えてる。絶対やばいよね。あ、PC 版でもタッチスクリーンって使えるんだ。知らなかった。なに、あえがないで。好感度が上がりましたね。カーラ、はい、ビールを持ってこい。ただいま。つく。なんだよ、切れんなって。何見てんだ。あ、すいません。さっさとこっから失せろ。聞こえないのか、失せろって言ったろ。作業に戻ります。すいません。すいませんです。すいませんです。何する？アリス、今すぐにそれをやめろ。なんかしてたね。ったく、イライラさせやがって。イライラしてんだよ。なんだってんだよ。ゴミをまとめる。キッチンから行こうか。だいぶゴミ箱でかくない？ちょっと待って、何？請求書？なんだろう？読めない。ぐるぐるしちゃった。え、こんなんあったっけ。何やってるの。こんな視点変わる人いないんだろうな。工事、とりあえず工事してるのって感じかな。視点変えたい。変わんなきゃ。今なんかあったよ。見えなかった。 R1 と L1 間違えるわ。ふざけがって。どうした？どうしたの？隠れたね。読もオールスポーツ。アンドロイドスポーツの進化か敗北か。フットボール特集、今季の移籍予想。今シーズン第3戦目、アンドロイド投手 X67 が120マイル、 193km の壁を突破した。何してんの。人間の打者はボールがミットに収まった時スイングを始めることすらできていなかった。各球団一体のみ導入可能と定められたアンドロイドは早くもチームの戦略を左右する存在となりつつある。 MLB の主要球団は最新モデルのアンドロイドを入団させるためにドラフトでの契約金最高額を毎日興奮しているが、試合に影響はないのだろうか。
これさから女ってのは何？同人誌ホームランを発行するジェニー・ウォーターフィールドはファンは幻滅しつつあると主張している。スポーツの魅力は人間の能力の限界を観戦できるところにあるんだ。機械が新記録を作ったで全然興奮しないし驚きもない。まあ確かにそれは一理あるわ。正反対の意見もある。投手出身の野球評論家クリストファー・レノックスはアンドロイドの登場によって試合が面白くなったと考えている。レノックスの意見はこうだ。機械によっていろいろな変化が起こり、選手もさらにパフォーマンスを高めようと必死になる。どんなスポーツも進化しなければ滅ぶだけだ。まあ一体だけって決められているんだから別にいいんじゃないですかね。輸送革命には揺れるカリフォルニア大陸横断、政治上院は本当に堕落したのか、中国で地震発生、死者1万人、大陸横断、機体の新輸送機関サブチューブが今日、初運行を無事に行った。マンハッタンからロサンゼルスまで空の旅でも5時間半かかる距離をなんと2時間未満で到達したのだ。その秘密は減圧室内を移動しているということ。自家モーターのやめてほしいんだけど摩擦をほぼゼロにしたことで最高時速1800マイル、かっこ時給約 2900km のスピードが可能になった。これ何してるか分かります皆さん？トットがこれが意味するのはニューヨークでの長時間勤務を終えた後、太平洋の自宅で優雅なひとときを過ごすことも夢ではないということだ。これはカリフォルニア不動産市場にとって天下の助けとなった。郊外の不動産価格は 64% 急騰しているロサンゼルスの不動産業者ジャッキー・ローは語る。東海岸特にニューヨークからの引き合いが強い。ニューヨークの給料で LA の生活を楽しむチャンスを逃すまいと競い合ってるんです。激変の波に襲われたのは不動産業界だけではない。保育所には空きがなくなり、郊外の小売店はニューヨークマネーを期待して価格を吊り上げている。地域住民は地元から追い出されることに抵抗しサブチューブへの抗議活動を始めた。あるでも参加者は言う。まずはデトロイトに仕事を奪われて、今回はニューヨークに家まで奪われるのかっていうことですね。まあちょっとあんまり何言ってるか頭に入ってこなかったけど、もう一回やってよ。あれ確かね、なんで庭に出たんだ。まだなんかやってる。もうやってるとこ見せてあげたいんだけどな。やってるとこっていうともう確実にアウトな気がするんだけど、まあ、洗濯物ですね。洗い直す草。なんか特にできることはないのかしら。天候。外は寒いでしょ。風邪をひくわ。セーターを持ってきましょうか。喋ってくれない。庭が好き？よくここで遊ぶの？まあ好感度上がったね。悲しい。喋ってくれない。まあ洗いましょう。超見せたいな、何してるのか。まあこれです。
レッドアイス、アセトンリチウム、シリウム、トルエン、塩酸。まあ。おい、俺のものはあさるんじゃねえ。仕事してただけです。イライラすんだよ。家事してただけなんですけど。すみませんでした。いいか、俺を怒らせたくなきゃ、二度と触るんじゃねえぞ。怒らせたくないだ。はい、そうですね。ちょっと笑わなかった今そんなやり方すんのもできるんだろうな。さあ皆さんお気づきかと思います。今のは何か、彼がやっているもの、それは視点が切り替わらない、視点が切り替わらない。あ、やってるやってるよ、絶対やってる、見せたい。絶妙に見れる。まあ絶妙に見えませんが、まあ役ですね。1階は終わりました。2階に行きます。やることやって俺のことをほっといてくれ。あ、もう完全にやってますね。すいませんね。時止め使ってこようか。人形、かわいい人形ね。名前は？親密になったね。汚ねえ家になってんね。じゃあ手前の部屋からやっていきますか。トットの部屋です。それではスポーツです。まずはバスケットボール。今夜デトロイトのサイバーライフアリーナでギアーズがデンバーとの大事な一戦を控える中、現在も引き続きアンドロイド選手の参加を認めるか否かリーグ交渉が行われています。さっきの記事みたいな話だね。この変更により試合がさらに盛り上がるのではという期待もあるものの、人間の選手が廃れてしまう可能性は見切れません。全員がアンドロイドになるっていう特化したモデルを一体ずつ実験的に参加させることも今後なくはないもんね。選手の練習やコーチへの技術指導におけるアンドロイドの起用は2035年から行われていますが、アンドロイドの競技への参加は認められていないのが現状です。労働省によると10月には雇用者数がさらに22万5000減少し、全国の失業率は 37.3%。 あ、今のさ、あの日本の日本っていうか全国のってなんだっけ、失業率結構ひどいじゃんね。式典に出席しました。式典では大統領がアメリカ経済におけるサイバーライフの目覚ましい業績を改めて強調し、さらに国防省が軍事支出の増加に伴いアンドロイド戦闘部隊をさらに20万体増強する見込みだと発表しましたらしいよ。抗うつ剤、行動障害の危険性あり。銃があるね。まあ彼も精神病ってことなんすわ。オールスポーツ好きだね。サイバーライフ社が送るアンドロイド QB の実力、スラムダンク、バスケットボールの虚勢だっけ。ゲイリー・ギボンズ独占インタビュー。アメリカンフットボール界はアンドロイド選手に抵抗してきた。プロアメリカンフットボールは人間のみで行われる数少ない競技の一つだ。だがついに変わる時が来たのかもしれない。サイバーライフは先日技術デモとしてエンドゾーンからエンドゾーンまでボールを投げて6インチのターゲットに命中させるクォーターバック用アンドロイド QB 1000型を公開した。このモデルはブートレックやハンドオフのような基本的プレーをもちろん状況に合わせて1500以上のプレーを行うことができる。
先日デトロイトで開催されたアンドロイド製造業者が最先端プロトタイプを展示するサイバーライフの展示会で QB 戦は公開された。サイバーライフの最終技術に歓喜するファンがいる中、反アンドロイドファン団体って面白いね。創設者ロイ・ケンストーンの見方は異なる。サイバーライフはこのデモンストレーションが何につながるのかよく分かっているはずだ。他の業界同様にスポーツまで歪めようとしているんだ。一方でアンドロイド導入は時間の問題だという意見もある。バスケットボールと野球ではすでにアンドロイドが活躍しており、 LED がある QB の登場もそう遠くはなさそうだ。よいしょ、ちょっとタッチパネルの感度が悪いね。命の段、自動運転が生死を決める。宇宙旅行、次の連休は火星でエンジョイ。大気から二酸化炭素を除去する量子磁石登場。磁石、バカがバレる。自動車運転は事故を予測すると搭載されたコンピューターが、例えば2人いる歩行者のどちらにぶつかるべきかといった生死に関わる決断を下す。だが決断に至るまでの正確なプロセスはあまりよく理解されていない。何その一文すごくない？2人いる歩行者のどちらにぶつかるべきかって何？どういう状況それ？どっちかにはぶつかるってこと？自動運転っていう、自動運転に関してはさ、今ももう出てるじゃないですか、結構。まあ、完全なのはまだ多分まだ出てないけど、自動で危機察知して止まるとかっていうのはあるじゃないですかね。あのどうなんですか実際。なんか私はちょっとあんまり、いや自動運転いざという時怖いんじゃないかなっていう気がするんですけど、車乗らないんで全く分かんないんですけどね。クラウンカーのマーティン・フォーロング氏はこれについて、そのような状況下では車の画像システムが瞬時にデータを集め、歩行者の年齢、性別、平均寿命などを測定しますと説明した。このデータが公的記録を介して解析され、配偶者の有無や雇用記録、平均寿命や子供の有無が判定される。その後社会貢献度などの判断基準をもとに、犠牲になる可能性のある人それぞれの価値を査定する。医者や看護師など人命救助に関わる人を最優先していますとフォーロング氏は付け加えた。この説明は非常に妥当なように思える。だが反自動化同盟 AAL 代表フェリックス・ギャンブル氏は、システムにそのような決定を下す権利はないとし、犯罪歴があるからといってその人の認知の価値が医者よりも低いとは必ずしも言えない。その類の情報は人間の命の尊厳には無関係だと語っている。だがフォーロング氏はそのような主張を一蹴する。我々の願いは車が最良の選択をすることであり、それは車が集める最大限の情報をもとにされます。情報が増えれば選択も改善されるでしょう。反自動化同盟、なるほどね。まあ全部を自動化するっていうのは良くもあり悪くもあるっていう感じな気、あ、間違えた、感じだと思うんだよな。難しいよね。ギター弾くのかな。まだやってんだ。おっと、何でしょうか。今黄色く光ったのは何だったんでしょうかね。換気しましょうか。やばいからね。あとはここかな。あら、もうお菓子とかお酒とかちゃんと片付けなさいよね。カーラ今どんな気持ち。トットの部屋は片付け終わったかな。情報もね。すいません。すいませんでした。あ、ここ見せられないと、見せられないと、そういう感じ。面白い部屋だね。面白いあれだね、家だよね。ルートがあるよ。
か、モップがき。ああ。さあ、失礼します。ごめんね。お部屋のお片付けをさせてね。させてね。2分で終わるから、いい？アリス。不思議の国のアリス。そうよね。読書が好きなのね。で、L1 ってあった。あらららら。ああ、書いてるのね。書いてるね。ええ、うまいね。換気しましょう。ごめん、今クソうるさかったから音ミュートにしてた。クソうるさい音が入ったと思うから。お願いするって何？単純にもう私は記憶が消されてしまったの。単純に興味本位でやってるわ今。私が前のことを思い出せるようによかったらあなた手伝ってくれる？上がるね。好み。好きなものは？好きな遊びとか場所とか食べ物とか。ネガティブとかないよね。私に教えてくれない？まあ、聞いちゃいけないさそうなの聞きます？もうすぐ帰ってくる？うん、下がるよね。無口なのね。怖がらないで。何？あ、鍵くれた。やった。この辺細かく覚えてないな。開けよう。いただいたのでね。うわー、なんか切ないね。四つ葉のクローバーと母さんと子供の写真。これはなんだろうね。自分のことかな。あー、お父さんが手を出したからカーラは壊れて、もうアリスショックで仕方がないっていうことかな。アリス自身も被害を受けてるし、それがその標的がカーラに変わって
行きましょう。ちょっと視点マジむずい。よいしょ。何してる？遊んでるの。遊んでる？こう思ってんだろう。トット。親父はクズだって。トット。うん？仕事もねえ、会社もねえ、負け犬だってな。トット、よくないよ。俺だってこれでも努力はしてんだよ。ぜひヒステリックを起こすのよくないよ、子供に。でもどんなに努力してもいつだって誰かが邪魔すんねえ。例えば？トット。お前も俺のことが憎いんだろう。俺には分かってんだ。さあ言え、憎いんだろう。トットトット、それトット病院行って。ごめんよアリス、許してくれ。ごめん。父さんはお前を愛してる、分かってるだろう。カーラは今何を思ってるのかな。はい、というわけで新たな我が家終わりましたね。さて、かなり回収できましたね。全部回収したのよ。え、接続できません。ちょ、見たいんだけど。あ、1個しかできてないね。何忘れたんだろう。まあいいか。多分ルートロックは解除されたね。え、めっちゃ見たいんだけど、箱の中。ちょ、なんで接続できないの？接続させてよ。ちょ、待って、なんで？え、待って待って。ちょっと待ってね。ミレン。やべ、始まっちゃう。待って。というわけでね、今回は、ここまでにして。次は、あれだね。マーカス編かな？になりますので、お楽しみください。というわけで、バイバイ。